皆様こんばんは。今回も、このなんだ六女神降臨のオーダーの復刻を引いていこうかと思います。こちら一周だけね最後やって、あとはもう思い残すことがないと。これで当たんなかったら当たんなかったで、ああ爆死しましたーつって終わろうかと思います。これのリベンジを復刻でして、その復刻のリベンジを今してるっていう感じですね。だからリベンジしてまたさらにリベンジが始まるといったところです。さあこちらは星3でしょう。アンハッピータイム、嫌な予感しかしない。さあそろそろ星4が来てほしいところ。異界の騎士持ってるんだよな。異界の騎士はねすごくいいんだけどね、もうさすがにさメランコリーメンヘラ女とか来んなしマジで。鬱っぽいねこのゲーム。あの原作がちょっと鬱っぽいよね。鬱っぽくはないか、ちょっとね鬱っぽくはないね。すみませんちょっとすみませんあマッチ1本火事のもとミスマッチファイヤーメランコリーメンヘラ女、さすがにもう来てほしいけど、こういや 16% じゃ来ないかさすがに。あと3周ぐらいミヘマル GT、3周ぐらいしないとあかんかな。この1周にかけてたらあーゴリゴリ、これが真実の実、あこれが捨て荷の最後か。はいはいはい、小さな勇者ゲット、捨て3いきましょう。あーもうこれで当たんなかったらマジで思い残すことはねえ。アビリティ以外全飛ばしや。もう正直常設の星音とか来たところでまあなんかいいの来たら嬉しいけどさ、あんまりリアクションするところではないのか。マッチ一本火事のもとレッドスマイリング、そろそろ星4の覚醒が来てほしいところ。アグレッシブガーイ、アグレッシブガーイ、アグレッシブガーイ、ソードガール、畜生、ちゃんちゃかちゃんちゃんちゃちゃんちゃちゃんちゃん、もうやめてマジです。さすがにもうさ、もっと当てるんだよ全部当たるやつさ、当たってすらないんだよな。だってかぶってんだもん。お線香ヒロイン、ゆうびちゃんの一戦、はい、ゴーワンスメス。なんでこのゲーム本当リアクションに困るよな。実況する側はマジで困るんだよ、本当に困る。何もかも困る。何もかもそうだろう。罰の悪い日常はいつもなんだっけ、歌詞違うかもしれん。さすがにさ、もう来てもいいと思うんだよ。ゆるビート版来た、嫌な予感しかしねえ。アビリティ、あれこれ10連目か。あ、これ10連目か。次だ。アビリティ。リズベットよ、よろしくね。チャーチャー
が止まんない。涙が止まんないよ。1万円使ったのに全部かぶりなんて。なんとなく分かってたけどさ、後悔しないとか言ったけどさ、やだやだ、もう引くのやめよう今月。やってらんねえマジで、こっち引けばよかった。バカなことしちまったよ。皆さんもね、かぶりがいっぱいあるオーダーを分かって引く場合はね、相当課金できないならやめた方がいいと、この動画で分かったかと思います。